ブロポタ TV へようこそ。今回は妖怪の町境港ポタリングと、一見すると巨大な壁にも見えるベタ踏み坂にブロンプトンと挑んでいこうと思います。美味しい昼食をいただいた後は、水木しげるロードのある境港駅の方へ移動します。
境港駅から少し離れた場所にある鳥取と島根の県境に架かる江島大橋、ベタ踏み坂と呼ばれ、壁のようにも見える坂の場所へ移動します。一度も足をつくことなく、無事に上まで登りきることができました。ベタ踏み坂は普通の自転車だと少しきついかもしれませんが、ブロンプトンなら問題なく登ることができて、美しい眺望を楽しむことができるおすすめの場所です。本日はよろしくお願いします。今日泊まる宿のココリと大根島さんです。すごいね、内装も後で。ん、大根島が正式、大根島が正式はい、こちら大根島ではなく大根島。あ、そうですよね、そうそう、勘違いしました。ということでね、ちょっと後でね、内装もねご紹介しようと思いますが、はい、今日はこのココリとさんで泊まらせていただきます。よろしくお願いします。お邪魔します。日本にはまだまだ魅力的な場所がたくさんあります。これからもプロンプトンでのポタリングツアーを通じてその魅力をお伝えしていきますので、チャンネル登録、いいねボタンをいただけましたら励みになります。自分もツアーに参加してみたいという方は概要欄にあるリンクをご覧ください。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。どうでしょう。